久美浜港は京都府京丹後市美浜町にある地方港湾。港湾管理者は京都府高速法の適用港である。統計法に基づく港湾調査規則ではおつし港湾に分類されている。久美浜湾付近の空中写真。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。京都府北部の京丹後市に位置する港湾で日本海と佐市で隔てられた久美浜湾の沿岸に各地区が点在する。久美浜湾は関湖であり、水戸口と呼ばれる幅30メートルの水路で日本海と通じているため大型の船舶は入港できない。湾内ではカキの養殖が盛んに行われており、 主に漁船、プレジャーボートが利用している。2015年度の発着数は1008隻である。港一帯は、港オアシスの登録をしていて、港オアシス系単語センターを基本施設とする、港オアシス系単語として、観光、交流拠点ともなっている。久美浜地区から久美浜遊覧船が不定期運航を行っている。かつては、湾外航路、 湾内航路の旅客船が運航されていた。港湾区域は、大向い三角点から0度1、000メートルの地点まで引いた線、線同地点から90度1、500メートルの地点まで引いた線、線同地点から180度に引いた線を及び陸岸により、囲まれた海面と指定されており、港港部の大向い地区、港の港地区、西部の河内地区、東部の長良地区、 浦明地区、神崎地区、南部の久美浜地区に分かれている。各地区には物上げ場が整備されているほか、久美浜地区にはボートパークが整備されている。ありがとうございます。